それで定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会第5回基本政策分科会を開催いたします。お手元の議事次第に従って進めてまいります。本日一つとして電力システム改革後の電力産業の姿および2番目として天然ガスサプライチェーンの在り方およびガスシステム改革、3番目として新たなエネルギー産業構造の展望について議論を行いたいと思っております。前回、西川委員の方からご要望ありました今後のアジェンダについても一番最後にご説明させていただきます。それではまず電力システム改革後の電力産業の姿について議事を進めたいと思います。高橋電力ガス事業部長より説明をお願いいたします。電力ガス事業部高橋でございます。お手元のお配りしております資料1に基づきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。1枚思い切りまして1ページ目でございますけれども、ご案内のとおり電力システム改革について、先般閣議決定をして法案も先の通常国会出しておりますけれども、大きな目的として3点を掲げてございます。1点目は、何も元より安定供給の確保ということで、電力の足りない地域に柔軟に供給ができるよう、広域的な電力融通を促進をしていくと、そのほか再生可能エネルギー自家発など多様な電源をですね、供給力として活用していくというような観点。2点目といたしまして、電気料金の最大限の抑制ということでございます。燃料コストの増大が電気料金の上昇圧力となっておりますけれども、競争を促進することによりまして、電気料金の抑制というものを図っていきたいということでございます。3点目といたしまして、選択肢の拡大ということで、どういう会社からどういう電気を使うのかということについて、事業化の選択肢を拡大していくということでございます。改革の3つの柱として、1点目ですね、2ページをご覧いただければ、今、最初に申し上げた、地域を超えた電気のやり取りの拡大ということで、特に災害などの場合に、広域的な電力融通を強化することによりまして、停電を起こりにくくするということで、その司令塔として、広域的運営推進機関の創設というものを掲げてございます。お巡りいただきまして、改革の発明らの2番目ですけれども、小売を全面的に自由化をするということでございます。これは今、企業向けには自由化は進んでおりますけど、一般家庭についても自由化を進め、いろんなメニュー、いろんな会社が参入し、自由化の選択がの幅を広げていくと。ということでございます。ただ同時にですね、自由化しても安定供給に支障ないようにということで、段階的な料金規制の撤廃とか、あるいはセーフティーネットとしての、電力供給の確保ということについても、十分きめ細かな配慮をしていくということでございます。3面前の柱といたしましては、送配電ネットワークを利用しやすくということで、送配電のネットワークを利用できしやすくするということで、電力会社の送配電部門を別の会社に分離をして、誰でも公平にアクセスできるようにという観点でございます。それで5ページ目に3段階の改革プログラムのスケジュールを書いてございます。第1段階につきましては広域系統運用の拡大ということで2015年を目途に実施ということでございます。この関連の法律につきましては先の通常国会に提出いたしましたが、残念ながら廃案ということになっていますけれども、次の臨時国会に向けて作業を進めているところでございます。第2段階、氷の全面自由化は2016年、それから第3段階の送配電部門の法的分離、小売料金の規制の撤廃につきましては、2018年から2020年を目途に実施ということでございます。それで6ページ目に、これまでもですね、部分的な自由化を進めてきておりますけれども、それまでの効果について、改めて整理をしておりますけれども、平成7年に発電部門、それから平成12年以降、段階的に小売の自由化を進めております。現在は全事業の6割まで自由化範囲が拡大しておりますけれども、震災までの間は電気料金は継続的に低下してきているということで、一定の成果を上げてきたと考えております。ただ一方、
新規参入者のシェア自体は 3.5% にとどまっておりまして、まあ、一般電気事業者による地域を超えた供給もほとんど起きていないということで、競争自体が活発に行われたかということについては、必ずしもそうやとは言えないということでございます。まあ、それの理由としましては、まあ地域間の競争に、まあ、電力事業者が熱心でなかったとか、まあ、等々の理由がおりますけれども、こういった点を乗り越えてですね、新しいシステム改革を達成していく必要があるというふうに考えてございます。7ページですけれども、まあ、現在想定をしている送配電合理の各部門の競争の連携の姿でございますけれども、左現状でございますけれども、一般電気事業者の一貫体制のもとにそれぞれ卸等々の事業者が参入をしてきているというわけでございますけれども、改革が完成しましたが、次には発電と小売の部門につきましては競争と多様性ということで参入を拡大すると、それから送配電部門につきましては公平性中立性ということで、まあ安定供給の支障がないようにということで、引き続き地域独占という形で進めていくということでございます。で、8ページはまあそれぞれ の事業者の役割と全体の系統のつながるイメージ図でございますけれども、これをご参照いただければと思います。それで9ページでございますけれども、まあこうした電力システム改革が進みますと、それぞれの事業がどういうふうになっていくかということでございますけれども、まあ発電事業につきましてはいろんな事業者の参入が見込まれるということでございます。ただ一方、これは前回の総合エネ庁でも議論がございましたけれども、燃料調達の対外的な競争力、バーゲニングパワーを強化するという観点から、業種を超えたアライアンスということも事業者間の中では課題となってくるのではないかというふうに考えてございます。また足元の課題といたしましては、原子力が止まっておりますので、ベース電源をはじめとする必要な電源をきちっと確保していくと、それから新規参入者に対して公平な送電網へのアクセスということを確保するかということでございます。送配電事業者につきましては、引き続き地域独占料金規制が残るということで、そのネットワーク部門の建設保守については、きちっと送配電部門事業者が責任を持って行えるような体制を維持していくと、また人口減少下においても過疎地も含めて安定供給を確保する体制を確保したいということでございます。その他、最終保障サービス、離島へのユニバーサルサービスということも、この送配電事業者の下で確実に実施されるような体制を維持していきたいということでございます。一方、小売事業者につきましては多様なプレイヤーが参入するということで、供給者を事業家が選べると、あるいは料金メニューも選べるというようなことが期待されると思います。さまざまな業種業態の方がさまざまな企業戦略の中で参入をするということと、スマートメーターの導入と相まりまして、賢い消費ということも実現をしていけるのではないかというふうに考えてございます。10ページが料金原価に占める燃料費の割合というのを書いておりまして、平成20年の前社の届け出は大体3割ぐらいですけど、一番下が直近の東電ですけれども、4割ぐらいの燃料費ということになっておりまして、やっぱり燃料費をどうやって圧縮していくかというのは、これからの電力間の競争をしていく上でも課題かなというふうに考えてございます。それから一枚飛ばしまして12ページ目でございまして、こうしたものをもう一度改めて整理いたしまして、電力システム改革の効果ということで、電気料金を少しでも安く、それから我慢の節電から需要家のニーズに合わせた節電へと、それから3点目として、企業にとっても電気の選択肢をより増大をしていくということで、乗り換えられる電力を他社に乗り換えられる選択肢が増えていくということ、それから13ページ1枚おめくりいただきまして、60年ぶりの抜本改革になりますけれども、これ全体として16兆円の電力市場が変わるということで、再生可能エネルギー、分散型エネルギーのほかですね、さまざまな関連するビジネスとのアライアンス連携、相乗効果の拡大ということが期待できるということでございます。それからもちろん電力ビジネスそのものもですね、発電小売の部門でさまざまな新規参入が進めていくと。それから6点目として、事業家としてもですね、例えば事業家同士が協力するとか、
そういったことによって、電力会社とのやり取りの中でさまざまなサービスを享受することができるということが期待されるということでございます。さらに14ページ目でございますけれども、こういった電力システムの改革はですね、電力の発電小売の分野にさまざまな他の業種からの参入あるいはアライアンスというのが期待するされるわけでございますけれども、一方で今後の課題といたしましてガス事業の改革というのもこれから必要になってくるわけですけれども、そうした全体としての改革の中で、これまでの電気という枠を超えたさまざまなエネルギーサービスの融合化が進むと、あるいは国際的にもそういったものを展開していくということが期待をされるのではないかということで、これまでのその縦割りの業種ごとの供給工場から、全体としてですね、総合的なエネルギー産業としてですね、より需要家のニーズにマッチした、あるいはより国際的な展開も睨んだ企業のアライアンスというものも期待をしていきたいということでございます。で、ただ一方で改革を進める上で、さまざまな留意点があるのも事実でございます。15ページでございますけれども、1点目としては安定供給の確保ということでございます。海外でさまざまな事例がありますけれども、そういったものの反省も含めながら、例えば送配電事業者による安定供給の確保ということで、送配電事業者に需給バランスの維持の役割、それから送配電網の建設保守の確保、それから最終的な供給保障サービス離島への安定供給ということで、前回の議論でも人口減少下でどうやってエネルギーを安定供給させるかということですけれども、そういった点にも異論なきようにしていきたいと思いますし、いざという場合の緊急対応ということにおいても、広域的運営機関でのエリアを超えた融通の指示とか、最終的には、国が事業者に対する供給命令の実施というような担保手段、それから将来の電源の確保につきましても、小売事業者に供給力確保を義務付けるとともに、将来的には電源が不足する場合には広域的運営機関が建設を募集する仕組みなども導入をしていきたいと考えてございます。それから2点目の留意点としてましては、資金調達環境ということでございます。当然電力事業については巨額の資金調達が必要になりますので、これもすでに閣議決定しております電力システム改革における基本方針でも述べました通り、安定供給に必要となる資金調達には支障がないようにということで、留意をしながら進めていくということでございます。それから3点目として、他の政策との関係ということで、例えば原子力政策をはじめとするエネルギー政策についてですね、政策変更によって、不都合の場合が生じた場合は、必要な政策適用を講ずるということでございますし、再生可能エネルギーの導入拡大においても、電力システムと整合的なに進められるようにということで、そういった他の政策とも留意をしながらですね、検討改革を進めていくということで考えてございます。私からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。次は天然ガスサプライチェーンの在り方およびガスシステム改革および新たなエネルギー産業構造の展望、引き続き2つとも後藤審議官からよろしくお願いします。はい、それでは資料の2と資料の3を続けて説明させていただきます。まず資料の2でありますけれども、天然ガスサプライチェーンの在り方およびガスシステム改革についてということで、ページをめくっていただいて1ページ目でありますけれども、5つの論点を掲げております。1つはその天然ガスをエネルギー供給構造の中でどのような位置づけにしていくかという、エネルギー基本計画そのものでどう扱っていきますかという問題点、それからガス利用をどう将来的に広げていくのかという将来性の問題、それから使っていくためには低廉かつ安定的な供給を確保するためにどのような対策を立てるのかという調達の問題、それから国内の受け入れ円滑な流通のためにどのような基地利用、それから導管利用を考えるのかという流通の問題、
それから最後はその小売市場でさまざまなサービスの提供、低廉な価格を実現する上での、小売の全面自由化の問題というその小売の問題ということで、まあ、この5点ぐらいあるのではないかというふうに思っております。でまず次のページ、2ページ目でありますけれども、これはまず現状であります。一番左側が、エネルギーの、全体の国内の供給であります。これは熱量換算になっておりますけど、上から原子力、それから天然ガス、石油、石炭というふうになっておりますが、天然ガスは全体の約 20% ぐらいということでなっております。この赤で太枠でかかっているところでありますが、そのうちの大体6割が発電用に使われていると。それから約 35% がそのいわゆる都市ガス利用として使われているというようなことになっておりまして、大体比率が2対1もしくはもうちょっとその発電側に寄っているというような感じになっているというふうに思っております。でこれをこう将来的にどういうふうに考えていくかというのが最初の、まあ、論点かなというふうに考えております。それから2ページ目、ページめくっていただいて3ページ目でありますけど、まあ、将来どのように使っていくのかということで、まあ、我々としてはまあいろいろな使い方あると思っておりますけど、まあ、この6点程度あり得るのかなと思っております。一つは、まあ、電力 の、 そのピーク時対応ということで、系統電力をまあ節減することで、まあ、需要対策になるのではないかということが一つと、それから、電源の多様化ということで、例えばコジェネとかいう分散電源を活用するというのは非常に重要な論点だと思っております。それから高い環境調和性という意味では、化石燃料の中で最も CO2 の排出減退が低いということと、それからソックスノックスの問題でも非常に有用なエネルギー源だというふうに考えております。それから将来を考えますと、水素社会への基盤インフラになりうるということ。それから、まあ、コジェネレーションの活用ということで、排熱まで使えるということで、省エネ性も高いと。で最後、まあ、分散型に使えるというような意味では、ある意味で災害に強い社会インフラにもなりうるんではないかというふうに考えております。で、4ページ目以降がですね、今度は将来像の具体的な中身になりますが、まあ、4ページはコジェネ、それから燃料電池の将来像の絵を描いております。まあ、我々としてはやはりその、省 CO2 それから省エネ性能が高いということの分散電源としての役割、それから家庭用電池としてはやはり熱効率 90% 以上の総合熱効率という意味では非常に高い熱効率を持っているというようなことが重要なポイントだというふうに思っております。でページをめくっていただいて5ページ目でありますけれども、産業用等に関しましてはやはり産業用のボイラー、いわゆる CO2 の、 排出抑制が非常に効くということで、従来の AGU に比べると、まあ、現在でもやはり 75% ぐらいになるということ、それからガス空調で、ピークカットが対応可能ではないかというような、という論点はあるというふうに思っております。でページをめくっていただいて6ページ目であります。これは将来 の、まあ利用の方法でありますけど、まあ、現在、ある意味で重油等で動いております、まあ、船舶でありますけれども、国際海事機構 IMO による海洋汚染防止条約によってソックスノックス規制がかかってくるということで、現在は、ある意味で、西欧それから北米にかかっているような規制がですね、まあ、日本近海それから多分東南アジアにどんどん広がっていくと考えられるという中で、やはり天然ガスを活用するという意味では非常に大きな期待が持てるのではないかというふうに思っております。まあ、そういう意味では燃料価格も今現在原油と天然ガス、これはヘンリーハブとの関係でありますけれども、差が開いているところも重要な論点になってくるというふうに思っております。でページめくっていただいて7ページ目でありますけれども、この LNG 船でありますが、まあ、将来的には、まあ、これはハイケース、ローケースございますけど、等数の船が出てくる中で、日本の企業においてはですね、まあ、コンテナ船、自動車運搬船、それからバルクキャリア、フェリーというようなもので、さまざまなコンセプトが今、なされているということで、将来的には日本の高い技術が、こういう世界にも生きてくるのではないかというふうに考えております。で、少しページを飛ばしていただいて、9ページでございます。世界の需要見通しということで、実はこれはまあ将来的には北米何かはまあシェールなんかの影響でまただいぶ変わってくるとは思っておりますが、この IAEA のアウトルックの数字によれば、アジアにおいてはですね、この丸が2つありますけど、2030
35年にはですね、約 2.3 倍に増えるというような状況になっているということで、他方その北米やEU なんかは原油の需要が減る中でですね、まあある意味で横ばい等になるということで、世界的には LNG の供給需要増が見込まれているような感じになってきているというふうに思っております。で、他方10ページ目でありますけれども、今世界の天然ガス市場の供給の構造でありますけど、ヨーロッパに向けてはですね、ロシア北海からパイプラインで運ばれている一方でですね、中東から LNG 船で東アジアに運ばれていると。で、下の囲みに貿易量書いてありますけど、世界全体ではパイプラインのウェイトが高いわけでありますけれども、アジアに至ってはですね、8割が LNG で運ばれているという、こういう状況になっているというのが非常に注目すべき論点になっているというふうに思っております。で、ページをめくっていただいて11ページでありますが、世界の中で東アジアが LNG の形態を取っているという意味で、現段階においてもですね、東アジアの LNG の取引の量が多くて、日韓で約半分、それからインド、中国、台湾まで合わせると6割を超えるというような状況になっているという中で、この LNG の他国、中国、韓国、それから台湾等との連携によって、我々もバーゲニングパワーをどう発揮していくのかというのは重要な課題だというふうに思っております。で、ページをめくっていただいてですね、12ページでありますけれども、そういう意味で、我が国は中東から LNG を買っているわけでありますけれども、特に電力会社においては中東依存度が高いという状況になっていて、こういう中で調達先をどう拡大していくかというのは重要な論点だというふうに思っております。で、ページをめくっていただいてですね、13ページでありますが、ここはその契約形態の話であります。現在、短期と長期と分けますと、だいたいガス電力合わせてだいたい短期の比率が3対1ということになっていて、長期契約が中心になっていると。で、安価かつ安定的に確保するためにですね、スポットのウェイトを上げていくべきではないか、短期契約を増やすべきではないかというような議論があるという中で、今後これをどう考えていくかというのは非常に重要な論点だと思います。ただ、ページをめくっていただいて14ページをちょっと見ていただきたいと思うんですが、これは2010年以降の経年変化書いております。短期中期のウェイト、日本の場合 10% から今20数%まで上がっておりますけど、主たる要因は原子力発電所が今現在ほぼ全期止まっている中で、電力会社が LNG を中心としてその燃料調達に、ある意味で注力せざるを得ないという状況で、その短期のスポット価格をスポットで取っているということで、ある意味で短期のスポットの比率が上がってきているという状況でございまして、これはそういう意味で我々が本来意図しているなんていうんでしょうか、短長期から中長期へのシフトというよりは、背に腹を変えられずにやっている部分であって、これによって今、どちらかといえばスポットも高値で、ある意味で購入せざるを得ない状況になっているので、この数字自身を単純に見て、望む方向に進んでいるというわけではないということだけはちょっと留意していただきたいというふうに思っております。それからその裏付けがその15ページでありますけれども、電力で約7割と言っておりましたけれども、2010年震災前はその電源構成の中で LNG の比率は約 23%、 4分の1、あ、すいません、32% ということで、約3割であったわけでありますが、これが 48% ということで、約半分まで今 LNG に頼る形になっているということでありまして、これはそういう意味ではその分だけの燃料 の、 要は追加調達を必要としていたということでありますので、これ自身が先ほど申し上げたように、どちらかといえば、緊急やむに得られず短期の調達に走ったということでありますので、もう少しこれは平常時の状況、どういう割合になるかは別としましては、思ったときにその時にどういう戦略を立っていくかということが重要なポイントではないかというふうに思っております。で、16ページ目以降でありますけれども、 LNG 基地の問題であります。
これは見ていただければ分かるように、まあ、実はガス会社、電力会社、それぞれ別に自らの LNG 基地を保有しているのと、あとそれから共同で持っている部分があります。その他には石油会社等いくつか持っておりますが、これらの基地に対してオープンアクセス等のことを考えていって、戦略的に基地を使っていくという論点がいるのではないかというのが、我々の問題意識になってございます。でページをめくってあげて、17ページでありますけれども、これらの基地から の、まあ、あの輸送という意味では、まあ、ある意味で、ガスパイプラインの整備ということがよく言われるわけでありますけれども、基本的にはその、需要地の近傍にできた LNG 基地が、それから、ある意味で需要地に向かって伸びてきていると、あとそれから、需要地もしくは、火力発電所の近接に作られる基地が、あるということになっておりますが、まあ、ある意味で、よく言われるように、まあ、東海道もつながっていないではないかというような議論あると思いますが、これらについても徐々に少しずつ形ができてきているというふうに思っております。次のページ、18ページでありますけれども、例えば、千葉、鹿島から千葉、それから、東海道で、結ぶあの志津浜幹線、それから中部から関西に抜ける三重・滋賀ライン、それから、姫路から岡山に抜ける、姫路・岡山ライン、それから日本海側の富山ラインと、まあ、いくつかのラインができてきておりまして、まあ、そういう意味では、導管の距離も相当程度伸びてきているということであります。まあ、そういう意味では需要に基づいて伸びてきているわけでありますが、今後これをどう、まあ、促進していくのかというのは一つの論点になるというふうに考えております。それから、19ページでありますけれども、あのまあ、基本的に今、都市ガス事業者、まあ、あの大手、複数の LNG 基地等を持っているところ、まあ、あの大手3社で、まあ、大体7割、それから、中規模のところで約1割ということでありますので、まあ、すでにもう、導管事業でほとんどのところがやられております、ローリーで、まあ、調達をしているというのは、まあ、2% に過ぎないということで、基本的には、まあ、あの需要との関係でいえば、まあ、あのそれなりに整備がされているということであります。ですから、まあ、そういう意味では、その今の導管についてどうオープンアクセスとか中立性を確保し、託送制度をどう考えていくのかというのが論点になるというふうに考えています。で最後、20ページでありますけど、市場の自由化という意味で、先ほど電力ガス事業部長の方から、まあ、電力の自由化部門のですね、新規参入者の割合が、まあ、3.5% というお話ありましたけれども、実はガスの方はすでにもう 17% まで、自由化、新規参入者が入っているということで、まあ、これをどう評価するのかということと、まあ、将来的に全面自由化をしていくということで、そのためにどう低廉な価格を実現していくのか、それから、相互参入ということでどう市場活性化していくのかというのが論点になってくるのではないかというふうに考えております。これが以上資料2でございまして、続けて資料3、新たなエネルギー産業構造の展望というところも説明させていただきたいと思います。で1ページ目でありますが、我が国のエネルギー産業のこれまでの、まあ、産業論としての特徴であります。まず電気とガスでありますが、自由化規制緩和により、まあ、相互参入も多少見られておりますが、まあ、大きな、構造変化がないということであります。左側、丸で、円グラフありますけれども、ね、電力会社は基本的に電力を売り、ガス会社はガスを売るという、なんていうんでしょうか、あのこれあのカラーであれば、赤とそのグリーンがまあ、はっきり分かれているという感じになっているのが分かるかと思います。他方、石油業界でありますけど、まあ、80年代以降、業法の廃止とか規制緩和が進んで、もともと17社近くあった元売りでありますけれども、現在は7グループに収斂化しております。そういう意味では、国内市場企業の再編は進んでいるということは言えると思います。まあ、しかしながら、今後その、エネルギー産業というのは国内市場の縮小の中でですね、今のような電気、ガス、石油、LP、熱という縦割り型構造で本当にいいのかというのが私どもの問題意識だというふうに思っていただければ、結構でございます。で2ページ目でありますけれども、我々が今、直面している問題であります。まあ、やはり人口減少、省エネの進展で、国内の需要が減少するということ、それからエネルギー間の利用拡大、まあ、コジェネのようなものが出てくるわけでありますけど、エネルギー間の競争が激化するということ、
それから上流においてですね、新興国に対して資源確保の競争が激化をすると、それから地政学的要因で価格の不安定性が増大すると、それから異業種からの参入が拡大するというようなことが起こっているわけであります。で、これからシステム改革をやっていく中でですね、新規参入がますますようになってくるという中で、やはり水平型、競争型な産業構造が進んでいくのではないかというふうに思っております。で、そういう意味では我々の国際的な影響力の低下やコスト上昇の中でどういう産業が必要なのかは論点を整理していきたいと思います。まあ、下のグラフ見ていただきますと、石油、LPG、LNG、いずれにしても日本の貿易市場におけるシェア下がっておりますし、電力価格、これは円レートの関係がありますから、まあ一概に言えませんけれども、まだまだ割高感があるところは残っているというふうに思っております。で、ページをめくっていただいて、3ページ目でありますけど、じゃあ主要国、他国ではどういう状況になっているかということで、これはエネルギー研究所の資料を使わせていただいておりますけど、やはりその総合産業が進んでいるケースが多いということであります。これはイギリス、ドイツ、フランスの例でありますけれども、イギリスとかドイツはですね、ガスと電気を半々に売るようなところがかなりあるということだと思います。まあ、フランスはそういう意味ではですね、独占、国営企業という形で入っておりませんけれども、こういうような形になっていると。で、他方ですね、この真ん中に数字書いてありますけれども、これがその熱量換算でいくになりますけれども、例えばフランスにしては EDF、GDF スエズにしてもですね、約300テラワットアワー以上、ドイツに至ってはその600キロテラワット以上というような大きさになっております。日本の企業は前ありましたけど、一番大きい東電で300キロワットテラワット、それから東ガスでは200テラワットというわけでありますから、やはりこういうそのバーゲニングを持つという意味では、こういう企業と比べての企業規模というのは本当に今のままでいいのかというのは、やはり重要な論点になるのではないかと。調達力をどう確保するのかということは、やはり考えていく必要性があるのではないかというふうに思っております。で、4ページ目でありますけど、石油、天然ガスでありますけれども、これもメジャーとの関係を比べてみますと、やはりその余価の高騰で収益、プロフィットセンターがやっぱり上流部分に移ってきているということで、例えばエクソンモービルや BP、シェル、シェブロン、ペトロチャイナというようなところの上流部分の営業利益と、日本の代表的な JX、それがインペックスにおける営業利益を見ると、やはり差があると言わざるを得ないと思っております。そういう意味で、我が国の企業は国内市場が縮小する中で、こういう巨大資本とどうやって戦って、どうやって資源を確保していくのかというのが非常に重要な課題ではないかというふうに思っております。それから5ページ目でありますけれども、省エネ、再エネの市場の拡大ということで、世界全体ではやはりその再生可能エネルギーとか省エネルギーの関連技術の市場を拡大するというふうに見込まれております。これも IAEA のレポートでありますけど、風力で170兆円、太陽光100兆円と、水力で130兆円というオーダーになっていると。それから省エネ、投資についても50兆円、それから関連技術という意味で蓄電池では20兆円という、こういうオーダーの中で、我々がどうやってこれらの需要を取って成長戦略につなげていくかというのは重要なポイントだというふうに思っております。一例を挙げますと、6ページでありますけれども、これはエネルギーの総投資額、12年から35年の予測でありますが、これは右と左に2つのグラフがありますけれど、特にそのウェイトの高い電力部門、右側の円グラフを見ていただきますと、やはり非 OED 諸国で6割ということで、その中でまた発電部門のウェイトがその6割のうちの半分、だから全体で言うと3割近くがその電力の発電部門になると。じゃあこういうところに我々がどうやって、取りに行ってくるのかということで、やはりそれが日本の成長力にもつながっていくと。そのための産業基盤をどう考えるのかというのは重要な課題だと思っております。で、ページをめくっていただいて7ページ目でありますけれども、我々の持つそのエネルギー構造の課題を克服しながら、3プラス S を実現するための新たな産業構造を考えていくための論点というものと、それからアジアを中心として見込まれるエネルギー市場をどう取り込んでいくかという論点を、分けて考えてみました。一つは安全面という意味ではですね、
まあ、やはり、垂直水平に新たな連携を見込む中でそのどう、まあ、安全規制と考えて書いてありますけど、どちらかといえば企業の安全をどう考えていくのかということが、まあ、産業論としては重要な論点だと思います。まあ、自主的な安全をどう高めていくかということかと思います。それから、そのための投資をどういうふうに考えていき、それを競争上の優位な条件としてどう環境を整備していくのかと。それから安定供給においてはエネルギー企業間の新しい統合連携統合によって調達力の強化をどう実現していくのかと。それからある意味で安定供給という意味ではですね、供給力の誘導をどう保ちながら何て言うんでしょうか、その力のある企業を作っていくのかと。それからアジアにおいてどういう事業展開をしてリスクを分散していくのかと。それからエネルギー源価のバックアップをどう考えるのか。それからまあ省エネ分散型エネルギーでありますけど、そのに対する需要構造をどう考えていくのかというような論点があると思っております。で、8ページ目でありますけれども、まあ、効率化という意味ではですね、まあ、業種間の寡占独占というよりは、まあ、効率的なビジネスモデルを持って全体でどう効率でいくのかということ、それから先ほども申し上げましたバーゲニングパワーの強化、それからそのための、ある意味で設備の高度化というのはどう考えていくのかということかと思います。それから環境適合という意味でもですね、その環境負荷の努力というものが競争優位を展開できるようにしていくためには何を行うべきなのかということ、それから供給と需要者の間で、まあ、地産地消というものをどう考えていくのかと。それから国際競争力という意味では、まあ、機器、それから火力発電、原子力等のまあベンダーがどういう競争力を確保するための取り組む課題というのは何であろうかと。それからまあ中小のエネルギーマネジメント企業が国際的な展開をしていくこと、これはまあできるのかできないのか、まあ、これはやはりやっていきたいというふうに思います。それからまあハードだけではなくてソフトを輸出していくために国際的なオペレーターを作り出すような条件は何かと、そのための支援はどういうものがありうるのかというようなことが論点になりうると思っております。で、まあ、最後9ページ目でありますけれども、まあ、非常にちょっとたくさん書いてあって、あれでありますが、上に生産それから流通消費というところで、縦にはですね、まあ、電力ガス LP それから熱その他といろいろ書いてありますが、これがまあ縦横にどう融合していくのかということで、手前、流通のところに止まっていたものが上流まで伸びていき、例えばその縦で、水平展開をする企業がいろんなものをやっていくということが重要になってくると思いますし、さらにはその異業種が入ってくる、まあ、こうは通信の例として国鉄の例を書いてありますけど、こういうことが起こりうるんじゃないかということが考えられるのではないかというふうに思います。で、一番最後はですね、これも同じようなことをですね、少しもう一回グラフにしておりますけど、まあ、日本国内にとどまっているものが、まあ横まず一つはですね、エネルギーを多様化させるということで、例えば電力とか再エネとかいろんなところに出ていくと。それから丸2に書いてますが、バリューチェーンという意味では上流に出ていく。それから3地域ということでは、東アジア、東南アジア、中東というふうにいろんなところに広げていくことによってですね、ある意味で事業が広がっていくということが考えられます。まあ、どこまでできるかは分かりませんけれども、こういうことも事業のポートフォリオで考えていく必要性があるのではないかというふうに思っております。私の説明以上です。はい、ありがとうございました。極めてプロボカティブなプレゼンテーションだったと思いますけれども、それでいつもの通り、ご意見あるいはご質問おありの方は、カードを立てていただいてご発言よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。すいません、ちょっと忘れました。西川委員から1枚意見書出て、今日ご欠席の西川委員から出てございますので、資料の4をちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思います。資料の4でありますけれども、2点ございます。1つは電力システム後の電力産業の姿についてということで、
まあ、電力の供給が非常に不安定の中でということで、送配電分離ありきのシステム改革は進めるべきではないということで、諸外国の教訓を慎重に検討すべきではないかということをいただいております。で、中でも原子力の位置づけを明確にすべきであるということと、それから、競争によってですね、原発を運転する安全投資についておろそかになるのではないかという危惧をいただいております。で、最後には、原子力の人材、それから事故の場合の責任、賠償リスク等、まあ、国民に分かるような、分かるように、あらかじめ明確にしておく必要があるのではないかというようなご意見をいただいております。それから天然ガスにつきましては、将来、地域への波及効果があるのでと、まあ、燃料電池、ガス空調のエネルギー源、ピークアットとして期待されるという意味では重要なエネルギー源だということ。そのために需要拡大に見合うだけの受け入れ基地パイプライン整備が必要だということと、どのくらいのインフラが必要なのかということを国が示すべきではないかと。で、最後についてはですね、まあ、これ一つの基地が停止した場合の、まあ、あのバックアップ機能について18ページに書いてあるわけでありますけど、東南海トラフ地震等がある場合のことを考え、日本海側と、パイプラインを結んでいる関東の例を習って中京関西においても広域バスパイプラインが必要ではないかというような趣旨のご意見をいただいてございます。以上であります。どうぞ何でもお意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。志賀さん、どうぞ。私だけですか。どうぞ志賀さん。最初のですね、電力システム改革の部分なんですが、総論としてすごくよくわかるし、こうであるべきだというように、まあ、特に産業界の人間としては思うんですけれども、最後に書かれている部分ですね、他の政策との関係等なんですが、例えばこの会で、まあ、最終的にどうなるかともかく、例えばエネルギーミックスについて、仮に何らかの指針ですね、どのエネルギーをどれぐらいの割合でということを持てたとして、その発電に関して、まあ、自由化されていって、例えば石炭がまあ一番安いわけですけれども、どういう形でその国の政策としてのミックスと、それから自由競争化される発電とが組み合わされるのかなというのがちょっとよくわからないのと、例えばその固定管理制度も書いてますが、例えばその国全体としての CO2 削減の目標みたいな中でですね、どういう形でその抑制を効かしていくのか、まあ、自由化して安い石炭が増えれば当然 CO2 が増えるわけですけれども、それに対してどういう形で抑制が効いていくのかですね、それがミックスと、それからいわゆる CO2 削減の全体的な枠組みとの整合性をどう合わせていくのか、少し課題だと書かれているんですが、なんかアイデアを多分お持ちだろうと思うんで、そのアイデアを教えていただきたいなというように思うのと、それから最後に書かれているその、まあ、ガスの天然ガスの話も聞いてそうなんですけど、14ページ目にその書かれているいわゆるその総合エネルギー企業としてですね、要するに縦割りじゃなくて、全体としての総合エネルギー企業としての、考え方っていうのは非常にいいなというふうに思いますし、それぞれのところがこうお互いに入っていくという形で、電力は電力、ガスはガスということじゃないというのは分かるんですが、具体的にその、この電力改革、システム改革のステップの中でですね、こういうところにずっと持っていくための何らかの仕掛けがないと、そうなっていかないと思うんですけれども、どういう形でそれを考えられているのかなという。それから次にやはり大きな投資を、少し融資の関係書かれてますけれども、例えば原子力のように大きな投資がかかるものっていうのは、そう簡単に民営化したからといってですね、なかなか入りづらい世界があろうかと思うんですけれども、まあ、先ほどのミックスの話と同じなんですが、どういう形でその投資に対して、
ターンが得られるようなビジネスモデルをうまく描けるのかで、そうでないとなかなかこれだけの大きな投資、初期投資が大きくて、あとその運営コストが比較的安くて、時間をかけて回収するというスキームが、その民営化した中でですね、民営化すべきだと思うんですが、競争すべきだと思うんですけど、どういう形で仕組まれているのかというところと、それから産業界の立場で言えば、安価で安定的というのが最初に立つわけですけれども、その安定的のところでですね、その仮に何らか、まあ、ここに広域的運営推進機関というのが言われているわけですけれども、具体的にどういう形なのか、例えばコンティンジェンシーなその発電所を持ったような機関なのかですね、どういう形で何らかの危機が起こったときに、どういう形でその電力調達をこの真ん中の広域的運営推進機関ができるのかですね、ちょっとそこら辺コンセプト分かるんですけど、もうちょっと具体的に教えていただければ。以上です。これは後で最後にちょっと答えられるものについては答えていただきたいと思います。ご質問は僕はみんなもっともなご質問だと思いますので、一番最後によろしくお願いいたします。それでは次に秋元委員。はい、どうも ありがとうございます。資料1の方から順次コメントしたいと思うんですけども、やはりちょっとこれまでも私はですね、コメントこれまでの委員会でもですね発言しているようにですね、例えばこの資料1の1ページ目のですね目的っていうところは非常によく分かってですね、こうあってほしいなというふうに思うわけですけども、本当にですねその電力システム改革がですね自由化するってことがですねこの目的にかなうのかどうかってことはですねどうしても疑問がですね拭えないというところがあるというのが一つ大きいところです。で少しまあその話後でですねこの後したいと思うんですけども、資料で順番でいきますとですね、例えば13ページ目 なんですけども、4番目のところ、まあ、ここ全体ですね非常にいいことが書かれてるんですけども、例えば4番目のところなんですけども、ここでもですね例えばこれも前に少し触れたことがあるかもしれませんけども、6兆円の電力市場が変わることでですね非常にまあ産業や雇用が生まれるということが書かれているわけですけども、基本的にやはりその安価に電力供給ができるかどうかってことが肝であって、正味でこの16兆円がですね何かその今ある雇用のところがですね移るだけっていうことはですね、正味では雇用が発生しなかったりですね、むしろ回り回ってですね、経済的なダメージになってくるってことがありますので、基本的には電力が安価にですね、供給されるような仕組みになるんであればですね、正味で雇用が生じてくるってことがあるかもしれませんし、産業もむしろ経済に発展する部分があるかもしれませんけれども、このあたりがですね、何かその自由化してですね、そこを開放すればですね、ただ雇用が生まれるとかですね、そういうちょっと誤ったアピールの仕方っていうのはですね、意思決定においてですね間違ったメッセージを出す可能性があるので注意した方がいいんじゃないかなという気がしています。でまたそういう面からしてもですね、地産地消ってことが書かれてますけども、地産地消も私も重要なことだとは思うんですけども、ただむしろ広域化してですね融通することによってコストを下げたりですね安定供給に資するってことがですねあるわけで、その方が普通だと思うんですね。だからその中で部分的には有効な支援であるものに関して地産地消するっていうことは望ましいことだと思いますけども、基本的には広域に融通してコストを下げていくと、それによって安定化も実現すると、まさに他でもですね広域化してっていう話がですねまさに別のところではそういうふうに書いてるわけで、むしろ地産地消ではなくてですね別の方法広域化していく方がですね安定的で、コストが安くなるということであるので、その辺のバランスをですねうまく考えていかないといけなくて、あまりその地産地消によってですね産業が創出して雇用が、まあそこのピンポイントのその地区だけを見ればですね雇用が生み出されるかもしれませんけども、日本トータルとして見たときにむしろ正味の雇用が失われる可能性があるってことをよく認識する必要があるだろうというふうに思います。ね、
その次はですね、16ページ目なんですけども、この16ページ目の話は非常に私は重要なことだろうというふうに思います。資金調達がですね、これまでも申し上げましたように、自由化するってことはですね、非常に資金調達が難しくなってですね、これまでは総括原価主義の下でですね、もう将来的なですね、電力が売れるということが分かってるわけですから、その中でですね、非常に資金調達が容易にできたと、まあ、安価な利率でですね、資金調達ができるという状況だったわけですけども、電力が自由化すればですね、非常にそこにリスクがついてくるわけですから、この資金調達が難しくなって、だんだんですね、そのプレミアムが上がってきてですね、利率が高まってくる恐れがあるわけで、そうしたときにですね、本当に先ほどの話ともちょっと関係しますし、西川委員のコメントとも関係するのかもしれませんけれども、大規模なですね、電源に対する投資とかですね、そういうものが困難になる可能性があると。でしかも効率のいいですね、これまで日本はですね、非常に効率のいいものに対して高くてもですね、投資ができるような環境だったわけですけども、それがだんだんむしろ安かろう悪かろうのようなものにですね、投資がしやすくなる、まあ、これは割引率が非常に高い、投資環境の割引率が高くなるとですね、そういう投資になりやすくなりますので、その辺をですね、よく考えないといけない。もしだから電力システム改革がこう進むという状況はですね、一応まあ流れとして決まってるわけなんで、それを受け入れるとしてもですね、ここに対してですね、どういう対応を取っていくのかってことをよく考えないと、エネルギーミックスを決めたところでですね、エネルギーミックスは、まあ、ここでは数値は決めないという話かもしれませんけど、仮に今後決めていったとしてもですね、なかなかそういう方向には進まないということになりかねないので、ここはよく考えていく必要があるポイントだろうというふうに思います。でちょっと長くなって申し訳ありませんけども、次資料2の方です。で資料2で見ますとですね、最初に1ページ目のところにですね、論点というふうに書いているわけですけれども、多分この参考資料の位置を先見るとですね、今後のアジェンダの方に入っていると思うんです。まあ、ガスのところ、これいろいろ書かれているわけですけれども、エンドユースの部分で、例えばこれでいくと資料、この資料の中ではですね、4ページ目とかそれ以降に関してですね、将来性ということはいろいろ書かれているわけですけれども、具体的な、まあ、数値の見通しとかそういう相場感ってものがここには全然出てなくてですね、まあ、可能性としてはありますという話だろうと思うんですけども、ただこの後の例えば丸3とか丸4、丸5ということを議論しようと思ったときにですね、エンドユースの今後の天然ガスのですね、規模感がどれぐらい大きくなるのかってことによって、むしろ丸3、丸4、丸5 の対応の仕方ってものが変わってくると思いますので、何かその底がないうちにですね、丸3、丸4、丸5を議論してもですね、なかなかあるべき姿ってものが見えてこないんじゃないかなというふうに思いますので、一体的にそのエンドユースでどれぐらいですね、ガスが増えるのかとかですね、そういうことを一体的に考える必要があるのではないかというふうに思いました。でその関係でもう少し申し上げますと、3ページ目でですけども、これはまさにですね、非常にその通りだなと思うことがですね、つらつらと書かれてて、まさにこういうことを考えながら、どの辺のですね、ただ現実性も考えてですね、どれぐらい、ガスに頼ってガスを拡大していくべきなのかという議論をしないといけないと思いますけども、その点でですね、1点だけここを追加したいと思うのは、その電力需要というのは前のように右肩上がりでですね、割ともう成長がはっきりしてた時にはですね、大規模電源を拡大してっていう話が非常にすっきりしたわけですけれども、非常に今の状況は電力需要の先が読めないと、不確実性が非常に高まっているという状況だと思いますので、そういった中では分散電源のようにリードタイムが短いような電源の価値ってものはまた高まるというか、リードタイムが高い長い電源ですと、需要が読めないときにそういうものを作っていくとですね、非常にその先がですね、よくわからないという状況になりますので、リードタイムが短い分散電源の価値ってものは、その需要が非常に不確実なときにですね、高まってくるという要素もあると思いますので、そういう将来性という意味でも分散電源ってものは評価していいんだろうというふうに思います。その辺はぜひ3ページ目付け加えていただけるといいかなと思います。ただいずれにしろ先ほど申しましたように、需要サイ
度がどれぐらいですね、その分散電源とかそういうものがですね、価値として見込むのかによって供給サイドの対応も変わってくるんで、一体的に考える必要があるというふうに思います。で、最後資料3ですけども、こちらですけども、まあ最初にですね1点だけ細かいことを申し上げますと、2ページ目の電力料金が割高だというふうに書いてますけども、まあ、これも確かにこういう見方で見ればそうですけども、確か政府の資料でもですね、これまでもいろいろ購買力平価で見るとそうでもないと変わってるとかですね、いろいろ、あとはしかもエネルギー資源国がどうかとかですね、そういうものによってだいぶ変わるんでですね、これだけを見てなんとなくこういうデータを見せてですね、電力料金が高いっていうような印象だけをですね、国民に植え付けるっていうのはちょっと誤解があるかもしれませんので、もう少しそのいろいろな視点でですね、これまでの資料でも政府の資料であるんでですね、それは私も理解してますけども、購買力で平価で見るとどうかとかですね、購買力平価で見ると多分中国とかインドって結構電力料金は高くてですね、日本並みぐらいであるし、しかもその他でもいくと、例えば韓国に関しては補助金が出てるような、事実上補助金が出てますので安価になって見えてますけども、実際にはそう安価ではないと、別の負担がちゃんとかかってるんだということもありますので、そういった情報も合わせてですね、周知しておく必要があるかなというふうに思います。で、最後申し上げますと、まあ、ここで見るとですね、まあ、いろいろエネルギー産業をですね、まあ、ミックスしてですね、他の部門にもですね、いろいろ参入するような多様なですね、産業の在り方ってものを考えるというのは非常にいいことだろうとは思います。ただこれも先冒頭の話に戻るんですけども、じゃあバイングパワーをですね増すとかですね、そういった時にむしろその大規模なですね、エネルギー供給業者とかですね、そういうものがですね求められるような状況でもあると思いますけども、それとですね本当にその電力システム改革という非常に競争にさらすって部分と天秤にかけた時にですねどうなのかっていうことはですね、もう一回よく考える必要があると思って、でまあ、流れとして競争をですね促していくっていうのは重要だとは思うんですけども、本当にですねどういった形態が我々のですねエネルギーの供給にとってですね、エネルギーを安価にですね安定的に供給できるような仕組みなのかってことは、トータルとしてやっぱりもう一度冷静にですね考えていく必要があるのではないかというのが最後のコメントです。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。今のご議論に対してなかなか答えるの難しいと思うんですね。だから何を我々として優先するのかっていう優先順位がなんか出てくるような気がちょっといたしますね。自由化が優先されるのか、それとも例えば企業の大きさが優先されるのか、まあ、いくつかこれは今後のその過程で、一つだけ申し上げる、だから目的とですね手段とですね、ごちゃ混ぜにしないことがですね非常に重要だろうというふうに私は思ってますので、その視点を持ちながらですね議論を今後も進めていきたいというふうに思います、はい、した。次は豊田委員、よろしくお願いします。ありがとうございます。いろいろな論点があるんですけれども、電力とガス絡みで2つずつ絞ってお話をしたいと思うんですけれども、まず電力システム改革といいますか自由化は世界中で多かれ少なかれ進められていて重要な流れだと思うんですけれども、各国さまざまな問題に直面してきているということも事実で、そこはぜひ直視をしていただきたいというふうに思います。まあ、2点申し上げたいんですが、1つは今までの委員の方々もおっしゃっておられましたが、システム改革を何のためにするのかということについて、この1ページ目 の、 資料1の1ページ目ですか、3つの目的ということが整理されてますが、まあ、料金の最大限の抑制ですとか、あるいは選択肢、事業機会の増大とかっていうのは理解しやすい部分なんですけれども、安定供給の確保ということは自由化によって必ずしも実現しないんではないかというのが今
欧米の教訓となりつつあるんではないかという気がします。まあ、欧州ではですね、最近問題になっているのは発電施設等の投資の不足の問題であって、自由化の進んだ国ではむしろ一定の収益保障をする方向で政策がいわば逆に展開をしつつあるという部分はよく調べていただいて教えていただきたいという気がします。これまでも何回か申し上げましたが、英国ではですね、この今後2000万キロワットぐらい老朽火力が閉鎖される予定ですけれども、これに代わる電源というのはなかなか出てこないと。とりわけ低炭素電源、原子力ですとか再生エネルギーはなかなか出てこないんで、一定の料金レベルを保証するいわばフィットみたいなものを導入しようとしているということだと思います。日本語で言うとなんか差額決済方式というらしいんですが、コントラクト・フォー・ディファランス CFD とかって呼んでおりますけれども、むしろ、そういう意味で収益保障するような状況になっている。で、火力発電でも容量圏ってこれなかなか日本では分かりにくい概念なんですけれども、キャパシティ自身を、保証するような形で追加収入を認めようとしているんだと思います。ドイツも、これまでも何回も申し上げましたように同じようにむしろ火力発電が大量に停止しちゃうと、バックアップ電源、再生エネルギーのバックアップ電源として使われるがゆえに稼働率が落ちて収益性が保てないので、止めたいというのをむしろ政府が止めさせない、許認可で止めさせないというような状況になってきてますし、この容量メカニズムという形で固定費を上乗せする仕組みを作り始めているということだと思います。米国はですね、自由化を始めようとした途端に、幸か不幸かニューヨークあるいはカリフォルニアで停電が起きて、自由化が実際に進んでいるのは、3分の1ぐらいの州であるということだと思います。アメリカというのはエネルギー産出国でもありますので、ちょっと状況は違うかもしれませんけれども、むしろ自由化の模範生とされていたテキサスでもですね、投資不足状況が生じてきて、同じようにコスト、一定のコストを認めるような仕組みができてきていると。いろんなところでいろんな問題に直面しているわけで、まさに安定供給の確保というのが3つの目的の1つであればですね、その点を保障ができるような制度設計をぜひご検討いただきたいというふうに思います。2つ目は志賀委員がおっしゃったエネルギーミックス、適切なエネルギーミックスというのが、目的に必ずしも入ってないんですけども、重要な政策課題だとしたときにですね、自由化というのは決してそれを保障しないというのをどうするかということだと思います。志賀委員がもうおっしゃられましたので、詳しく申し上げませんけれども、原子力について仮にリプレースメントを含めてですね、一定の規模を維持していくというような政策が仮にあった場合に、自由化でまさにそれが実現するんだろうかというのは非常に重要な論点であろうというふうに思います。まさに日本のようにエネルギーの自給率が 4% しかない国において、自由化を進めるにあたっては最新の制度設計がいるわけで、市場メカニズムだけには任せられないものがあることは真剣に考えておく必要があるというふうに思います。ガスの方も2つほど申し上げますけれども、1つはガスの利用拡大、これは4ページ以降ですかね、小ジェネの話ですとか燃料電池の話とかいろいろ書いてございまして、大変重要なことだろうというふうに思います。ただ熱の利用の拡大というのがなかなか日本の中ではできていないところがあるわけで、
コンビナートでの企業間の融通のほかにですね、住宅を巻き込んだ地域暖房的なものも考えていく必要があるんだろうと思いますし、資料にも書いてございますような水素の、水素自動車の活用も考えられるでしょうし、その時に民間だけではなくて規制緩和も含めた官の役割も非常に重要である。まあ、今日はパイプラインの議論があまりないようですけれども、仮にパイプラインを充実していく時には少なくとも欧州ではですね、需要の乏しい地域には補助金や利子補給も提供しながら充実していってるわけで、官の役割というのもやっぱりしっかりと考えていく必要があるというのが、ガスの方の1点目でございます。もう1点はガスの小売りの自由化についてでございますけれども、まあ、大きな方向性は理解しうるものだと思います。とりわけ、選択肢事業機会の拡大というのは分かりやすいところだと思うんですが、今日本が抱えている最大の問題がアジアプレミアムの解消ということからすると、まあ、言ってみればやっぱり安定供給の確保というのも重要な課題だろうと思いますので、そこに役立つような進め方が、まあ、いわば必要条件になると思います。電力システム改革とガスの改革は少しおそらく違うところもあると思います。というのは、発電施設みたいな非常に投資規模の大きいものがいきなり必要がになるわけではないという意味で少し違いはあると思うんですが、これもぜひ海外の事例をよく調べていただきたいんですが、まあ、米国の話が前に出てませんでしたけども、自由化州が23で、まあ、半分以下ですね。で、非自由化州の理由を調べてみるとですね、一つは冬場の供給増に耐えるだけのインフラが十分整っていないのでということのようでございました。いわば、まあ、安定供給ということですので、まあ、そういう観点に資するような、自由化というのを、ぜひご検討いただきたいということです。以上でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。